ンザピー、どうもカンタです。今年2022年も終わるまであと少し。 MC バトル界にとっては激動の1年となった2022年ですが、皆さんにとってはいかがだったでしょうか。フォークさんの KOK 優勝から始まり、バトルサミットの開催、さらには MC バトルで活躍するあのスターたちがブレイキングダウンに出演と、本当に様々なことがありましたよね。そこで今回は今年2022年について MC バトル界の流行語から振り返り、皆さんに MC バトル界の流行語大賞を決めていただこうと思います。今回流行語大賞にノミネートしたのは全部で15個のワード、時系列順に振り返っていこうと思うので、皆さんも一緒に見ていただけたらと思います。また皆さんの流行語大賞が決まっていたら、ぜひコメント欄で教えてください。それでは行きましょう。 KOK は日本一リアルな大会だよ。まず最初に紹介するのが、1月に開催された KOK2021 より、フォークさんが呂布カルマさんとの決勝でラストバースに残したパンチラインを紹介。フォークさんというと、昨年2021年に MC バトル界に突如として復帰、 KOK× 新型アドレナリンでは復帰戦でありながら見事に優勝、 KOK の本戦の切符を掴み取り、 KOK2021 へ出場することとなりました。そして本戦でも相手を圧倒、決勝戦の呂布カルマさんとのバトルで、お前の言っていることも一理ある、でも KOK は日本一リアルな大会って聞いたけどねっていうパンチラインを残し、見事に優勝されました。あまりの完成度に呂布カルマさんも苦笑い、まさに今年を代表するパンチラインの一つではないでしょうか。おはよう。続いて紹介するのが、今年バトルサミットにも参加されるなど、様々な点で話題をかっさらいまくったヒップホップ界のスター、リッキーさん。昨年刑務所から釈放され、ラッパーとしての活動を本格的に再開されましたが、今年に入ってからは様々な場所でリッキー節が全開、アナーキーさんとのビーフやリッキーキングダーティへの改名騒動など SNS を騒がせ続けました。そんなリッキーさんの代表的な挨拶というのが、ドスの効いた声から言われるおはよう。このおはようではなく点々がついているっていうところで、リッキーさんって一目でわかりますよね。今回は MC バトル界の流行語大賞ということですが、ヒップホップ界全体においても流行語大賞候補ではないでしょうか。俺がマンネリ化したバトルシーンに来た救世主、バッドホップだったらアリーナ 2days。 今年5月、突然の MC バトル復帰を発表したラッパーといえば、バッドホップよりティーパブロさん。5月に開催された凱旋埼玉スーパーアリーナ公演で、フリースタイルダンジョンのモンスターとして以来5年ぶりの MC バトル復帰を発表されました。1回戦でのエイデンさんのバトルでは本領発揮というまでに調子がいいわけではありませんでしたが、徐々にエンジンがかかっていき、2回戦のレイさんのバトルからはティーパブロ節全開。その中でも一番のパンチラインとされているのが、俺がマンネリ化したバトルシーンに来た救世主、バットアップだったらアリーナ 2days というこのパンチラインではないでしょうか。凱旋埼玉というと、もう一つあのバトルも紹介したいところではありますが、それは次の言葉で。 YBE 乱入。続いて紹介するのが、同じく凱旋 MC バトル埼玉スーパーアリーナ公演にて起こった今年の MC バトル史上最大の事件、イエローバックス乱入について紹介したいと思います。まず凱旋埼玉スーパーアリーナの1回戦最終試合で行われたベル VS ムートンにて、ムートンさんが、さっきのイエローバックスのライブクソダサかったよなとイエローバックスさんを名指しでディス。このディスが発端となり、イエローバックスさんが2回戦のムートン VS チェホンの際にステージ上に乱入。ムートンバトルしようよというと、イエローバックス VS ムートンという前代未聞のカードが実現されました。この事件はツイッターでも話題となり、 YB 乱入という言葉が様々な SNS で見られました。今年の最大の事件ではないでしょうか。警棒2期。今年2022年を騒がせた一大プログラムといえば、 YouTube 上で公開されている格闘技番組ブレイキングダウン。栗田純氏やコメオといった様々なスターが生まれたこちらの番組ですが、ブレイキングダウン5からはあるラッパーの参戦が話題に。そのラッパーとは横須賀の特攻隊長ベルさん。7月に公開されたブレイキングダウン5のオーディション映像で、オーディションが開催される前から楽屋で暴れている人物がいると指摘。朝倉未来さんをはじめとする主催陣が楽屋に様子を見に行くと、ベルさんが警棒で暴れている姿が画面に収められていました。結果としてベルさんは警棒に来てというあだ名を付けられ、ブレイキングダウンの名物キャラに。いつか本戦に参戦できることを祈っております。偽物じゃねえぞ、葉っぱなんて可愛いもんだよ。続いて紹介するのが、そのベルさんが結果として逮捕されてしまった結果生まれた残念な名言、見せもんじゃねえぞ葉っぱなんて可愛いもんだよについてです。確定な情報が多く、詳しいことを明言することはできませんが、ベルさんは今年に入ってから様々な理由で逮捕されてしまうことに。ベルさんの逮捕に関しては様々なニュース番組でも報道され、報道の中での見せもんじゃねえぞというワードに関しては、 MC バトル界そしてヒップホップ界全体で話題になりました。またその後違う罪で逮捕された際の葉っぱなんて可愛いもんだよに関しても、今年の SNS を探したことと思います。まあいろいろとあるんですが、個人的にはベルさんがいつか復帰されることをお祈りしております。履かせてあげたいガラスの靴。今年2022年を振り返ってみると、様々な番組が復活した1年でもありました。今年1月にはフリースタイルダンジョンの後継番組フリースタイルモンスターが実施、さらに7月に入ってからはコロナの状況下で休止されていた第17回高校生ラップ選手権が実施。その第17回高校生ラップ選手権で優勝者のレッドウィングさんと同様、一番のプロップスを得たラッパーといえば女子高生ラッパーの KT さんでした。それまでラップをした経験がなかったものの、永瀬さんとのバトルでは堂々たるパフォーマンスを披露。この方の悪いところ探すの靴、履かせてあげたいガラスの靴という独特のパンチラインを残しました。そ
その後 KT さんは MC バトル界で人気者に。シンペーダさんとのデート企画ではシンペーダさんをペーちゃん、シンペーダさんからはケイちゃんと呼ばれるラブラブっぷり、さらに呂布カルマさんをカルちゃんと呼ぶなど、今年の KT さんに怖いものはなかったように思います。吉田インパクト。続いて紹介するのが今年の後半に入ってから SNS などで話題になったこちらのワード、吉田インパクト。吉田インパクトとは一体何かというと、戦国 MC バトルを中心とする様々な YouTube チャンネルがこれまで公開されていなかった秘蔵動画を公開したこと。戦国主催の MC 正社員さんの本名吉田から吉田インパクトと名付けられました。吉田インパクトで公開された動画といえば、戦国25章よりムートン VS 呂布カルマや、戦国 VS 凱旋よりファンク VS 紺野ブルマといったハードなど、とにかく吉田インパクト大盤振る舞いでした。今年も吉田インパクトが何度か起こってくれることを期待します。セカンドインパクトってやつですね。青い地球の黄色い主人公。今年8月に行われた MC バトル史上最大の祭典といえばバトルサミット、日本武道館での開催、大手 MC バトル6大会による合同主催、そして賞金が1000万円ということで、これまでに想像することもできなかったような豪華なトーナメントになりました。そんなバトルサミットの中でまさに主人公のような活躍をされたのが、青森県出身のラッパーであり UMB2019 のチャンピオンオーソリティさん。ベスト4のジブラさんとのバトルでは、足元ナイキ、俺はマジで生意気、今日あんたよりも荒い派ナイキのジブラさんのパンチラインをサンプリングしたパンチラインから始まり、ラストバースには前に負けたこのビートにスピット、青い地球の黄色い主人公という2022年に残る、いや MC バトルシーンに残るパンチラインを残しました。このパンチラインにはジブラさんも青い地球の黄色い主人公かと感嘆している場面も、今年の流行語大賞筆頭のワードだと思います。バトルサミットフル。続いて紹介するのが、8月に開催されたバトルサミットより残念ながら流行語になってしまったこちらのワード、バトルサミットフルです。バトルサミットフルというワードについて知らない人向けに解説すると、 ABEMA TV のペーパービューで放送されていたバトルサミットが YouTube 上で見知らぬ人によって無断転載、その後多くの人が見てしまったために、様々な MC バトルファンの YouTube 上のトップページに、結果としてバトルサミットフルという言葉だけが流行る結果になってしまいました。正直なところね、僕のところにも一度流れてきたりもしたので、本当に無断転載だけは皆さん絶対にやめてください。すぐに報告&ブロックです。僕との約束です。まずは敵に塩を送るわけじゃないが歴史に残るエキシビジョン。続いて紹介するのが、バトルサミットの際に公開された FSL エキシビション R指定 T パブロより、 R 指定さんが生んだ気持ちよすぎるこちらのパンチラインを紹介。 R 指定 VS T パブロというと、バトルサミットの中で公開され一番会場をざわつかせた発表。何よりフリースタイルダンジョン以来 MC バトルに参加されていなかった R 指定さんの復活ということで、会場のボルテージもマックスになっていました。そんな中で9月に行われた FSL のエキシビションでは、2人とも完璧なパフォーマンスを披露。ワンバース目の R 指定さんの敵に死を送るわけじゃないが歴史に残るエキシビジョンに関しては、 MC バトル好きであれば多くの人が口ずさんだパンチラインとなりました。改めて R 指定 T パプロが復帰した2022年、エグすぎます。この前負けちゃってよ。続いて紹介するのが、先ほどのベルさんに続いてブレイキングダウン6よりボンズさんが生み出したこちらの言葉について紹介したいと思います。ボンズさんというと、岐阜県を中心に活動するクルー引き金サウンドのボスとして MC バトル界などで活躍されてきたラッパーですが、10月に公開されたブレイキングダウン6のオーディションに出演。アウトローのカリスマと言われた格闘家ウリタ純一さんに対して喧嘩を売り、実際にブレイキングダウン6では2人がバトル、惜しくも敗戦してしまったものの、ボンズさんの活躍はラッパー界全体に元気を与えたと思います。そんなボンズさんがオーディションの中でウリタ純一さんに対して言ったセリフ、前回若いやつに負けちゃってよに関しては SNS 上で大きく話題に。少しなまっているところが耳に残るポイントになっていますよね。ニューリンデカプリオ。続いて紹介するのが、10月に公開されたベリーブラック MC バトルより、くるみそらさんが MC バトル初参戦に残したこちらのパンチライン、ニューリンデカプリオに関してです。 MC バトル界でこれまで再生数が多かったバトルというと、 MYVS 内科 MC やシンペータ VS インマンなどが挙げられますが、それに猛追する勢いで伸びているのがこちらの YouTube ショーツ、深い父の愛を持つ呂布カルマ、くるみそら VS 呂布カルマという動画です。なんと公開から2ヶ月足らずで900万再生を突破、この収録上している時点で1000万回に達しそうな勢いです。この動画の一番最初の部分、ニューリンデカプリオに関しては、 MC バトルファンを超えた様々な世界で話題に。ちなみにニューリンデカプリオについては深い意味はないみたいです。さすがくるみそらさん。散歩がてらチワワ蹴飛ばす。今年に入ってから MC バトルのプロリーグ化を目指すという名目で発足された FSL、 その FSL のバトルでなぜか一番話題になったバトルというと、このガシマ VS チホンというカードです。ガシマさんというとフリースタイルダンジョンで活躍されていましたが、 FSL で久々の MC バトル復帰。復帰戦の相手が日本を代表するレゲエ DJ チェホンさんということでしたが、ワンバース目からガシマ節全開、俺は喧嘩じゃ先に手を出す、散歩がてらチワワ蹴飛ばすというバースを残し、蹴飛ばされたチワワがかわいそうといったネタコメントが多く残されました。ちなみにそ
の子ガシマさんは自分自身の褒めラップでチワワを褒めるという面白すぎる動画を上げていました。とりあえずチワワが元気そうでよかったです。シャバ像。そして最後に紹介するのが今年11月に開催された凱旋 MC バトル秋の陣より003VS 伝説建設で生まれたワードシャバ像についてです。伝説建設というとサイレントキラージョイントさん、シーマさん、燃えるゴミさんという関西を中心に活動している強豪 MC3 人によって組まれたチーム。圧倒的なラップスキルで凱旋 MC バトル秋の陣を勝ち上がり見事に優勝されました。その中でも特に話題になったのが2003年2004年生まれのラッパーによって組まれたチーム003とのバトル。対戦相手が登場した瞬間からチーム全体でシャバゾウトレンコ、真っ正面から戦う003のメンバーもヒール役に徹する伝説建設の3人もかっこいい非常にバチバチとしたバトルでした。 FSL のインタビューで MC バトルに関する熱い思いを語っていた燃えるゴミさん、このバトルでもそんなアティチュードが現れていたのかもしれません。というわけで個人的に選ばせていただいた MC バトル流行語大賞候補15個のワードを紹介しましたが、皆さんいかがだったでしょうか。改めて考えてみると本当に2022年って MC バトル界にとって激動の1年でしたよね。ぜひ皆さんがもう流行語大賞ありましたらコメント欄に残していってください。ノミネートした以外のものでも OK です。当チャンネルでは毎日18時に動画を投稿しています。面白かったらチャンネル登録&高評価よろしくお願いします。またヒップホップより深く知ることができるカンタのなんやかんやでも活動中、そちらもよければチャンネル登録お願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。それではまた。